どうもはこまにちは、いすげです。はい、今日もですね、ちょっとマイク移動します。オッケー。はい、ということで今日もファイナルファンタジー10の方を実況プレイしていきたいと思います。はい、毎日あげたかったんですけどね、ちょっと仕事の都合上ね、ちょっと時間が合わず動画投稿できませんでした。すいません。ってことで早速やっていきましょう。まあね、いろいろ攻略とか見ながらやっていきますので、そこんとこよろしくお願いいたします。どうも。あ、誰かと今間違ったね。チャップかな。はあ、酒場閉まってるよ。酒でも飲まないとやりきれない。まあそうだよね。ディーダーさん、足元注意、危ないからこの先まだダメですよ。すごいね、大工までやってくれるんだね。衝撃的でしたね、あの真の暴走っていうかね、無差別殺人災害だよね。もう異界送りって何？何が始まるのさ。あんた忘れたんじゃなくて本当に知らないって感じね。死者は迷うのよ。死んでしまったのが悲しすぎて自分の死を認めようとしない。もっと生きていたいと願いながらまだ生きている人間を羨む。死者は生きている人間が羨ましい。その気持ちはやがて妬みや憎しみに変わる。そういう死者の心がスピラにとどまると命を憎む魔物となって人を襲う。そんなの悲しいでしょ。だから異界送りをして迷える死者を眠らせてあげるのよ。それも召喚士の仕事なのか。召喚士って大変だな。ユーナはそれを選んだの。何もかも
覚悟の上のこと。私たちにできるのはユーナを見守ることだけよ。最後の時までね。最後の時？最後って何？シンを倒す時まで。私、うまくできたかな？初めてにしては上出来。きっとみんな異界に行けたわ。でも次は泣かないようにね。次なんてなければいい。真に殺された人たち、異界送りをするユーナ、それを見守る人たち、不思議で少し恐ろしい儀式、もう見たくないと思った。さあ、ということで、異界送りね、すごい寂しいダンスダンスってか、だよね。すごい綺麗だけどね、あれはそういう儀式ですからね。弔いの儀式と言いますか、さあ張り切っていきましょう。切り替え切り替え。やっと来たんすか。ワッカさんが待ってるっすよ。ワッカはどこにいんだろう。ちっちゃい子が泣いてる。大丈夫？危ない。おお。こいつは仕事しないで助けろよ。よかった。この建物ちょっと気になるね。入ろうか。あ、やったやった。毒系にやられた。毒系というかもう鬱だよね。なるよねそれは。まあまあ、とりあえずワッカのところ行きましょうかね。どこにいるんだろう。いたいたいた。お、来たか。リサイドオーラカ集合。これから寺院へ行く。リサイドオーラカ必勝祈願だ。おう。キリカの寺院は大召喚士のオハランド様が暮らしていたところだ。オハランド様は若い頃はブリッツボールの名選手だったんだ。ワッカ、必勝祈願はいいんだけどさ、なんかいいのかな。ブリッツで浮かれたらまずいってか。こんな時だしさ。こんな時だからこそだ。選手は力の限りを尽くして戦う。観客は贔屓のチームを応援する。嫌なこと辛いこと試合中だけは忘れられる。それが長い間このスピラでブリッツがなくなっていない理由だ。俺はそう思うな。そっかな。いい試合して勝ってばそうぜ。おう、ジンは森を越えたところだ。では行くぞ。出発。どこだ？あれ、こっちさっき直してんかったっけ？
早いね。さあ来ましたね、森。ここが結構ね大変なんだよね。ちょっとセーブします。よし、では早速アイテム開始。おどうした。ユーナがね、あんたも一緒に行ってさ。え、あのさ、ガードお願いしちゃダメかな。なんだそりゃ、冗談よせよユーナ。こいつはブリッツはできるけど、魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの、そばにいてくれれば。レレえ、あれれれれ、何それ、どういうこと。それはどうせみんな寺院に行くんだから、話は後でいいでしょ。ごめんね、突然。ごめんって言われても、なんだよ、よくわからないな。ごめんなさい。さあでは早速行きましょう。なんだこれ、なんか書かれてるね。不和語実は、うん、まあ、この右の方にねアイテムがありますので取っていきます。さあマジックスピア2つ、それからずっとまっすぐ真ん中の方に、はい、会ったことない敵とか出てきたらその時は戦いますね。リサーチャー、この武器は確かワッカの武器だった気がする。やっぱり氷攻撃見破る、つけとこうか。そんで真ん中にね結構強い敵さんがいるんですよね。討伐隊は来るべき大作戦に向けて練習中だ。真のこけらを目撃したら報告頼む。はい、真ん中にこいつがいるんだけど、ちょっと勝負しましょうか。多分ね勝てると思う。強いんだよね、すごい強いんですけど、とりあえず、励ます。んで、技ブラインアタックが効かないらしいんですよね。とりあえず一発攻撃、決まりも一発攻撃。6つ目、そうそう、これが厄介なんですよね。これユーナのエスナでしっかり回復、毒が相当食らうんで、ここはルールーのファイヤーだね。ファイヤーでどんどん食らわせていくのが無難。うん、いいダメージ。6つ目、ここは交換、ティーダに交換。ティーダもう一丁励ます。でこいつはね、あーそっか、ないか。これどんどん攻撃していきましょう。逃げます。でファイヤー、よいしょ、来たか。ウォーター、このねウォーターが結構食らうんで、まあとりあえずユーナに書いておきましょう。でどうしようかな。ガード、6つ目、ファイヤー。さあ、あと3200、白魔法エスナをティーダに。ティーダをもう一回励ます。でアタック、いいね、食らうね。
ユーナガード、ナイス。さあファイヤー、燃えろ。さあガード、アタック。トグレオチュが眠った。多分回復とかするみたいだね。だからここは畳みかけましょう。あ、やばそう。大丈夫？うはぁ、痛えな。これちょっとユーナに変えてルルーを回復しましょうか。うわ、ファイヤー。さあこれはちょっとやばいね。しっかりアイテムでルルーを回復。さあここでバルファーレ召喚。よいしょー、はい、来た。バルファレでね、ファイヤーを連打しましょう。燃える。いいダメージ。うわ、食らうね。ファイヤー。オッケー。ファイヤー。よいしょ。あと一発で終わるんじゃないかな、これ。390だから、これはシューティングパワーでとどめ。これが前回取った技ですね。どういうやつだろう。うわ、もうかっこいいね。かっこいい。やっべ。取ってよかった。オッケー、超レベル上がった。よし、バーサークウォール。すげえ。まあな、やるなあんたら。さすが召喚士とガードだ。先輩、負けちゃいられませんね。もちろん負けないさ。来たれ、ワコードと突進を倒せ。かわいいあの子も振り向くぞ。どうかな。わっかにいいよ。エリクサゲッチュー。あんた、ちょっと回復してきます。ということで戻ってきました。まあなんやかんやね、戦ってレベルとかも上げよう。はい、戦えるところはね、どんどんカットしていきたいと思います。ここに隊長がいるね。ありがとうございます。上の方に、はい、ということでアイテム回収いきましょう。こっちか、小道、ここにあったー。うん、スピアゲット。運が上がるやつだね。さあ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 、どんどん進んでいきましょう。よし、ここまっすぐ行けばもう着きますね。この石段はな、由緒正しき石段なのだ。オハランド様が現役時代にここでトレーニングしたのだ。勝負っすね。うん、俺に勝てると思ってんの？
ユナ、頼む。よーい。なずこい。え？行っちゃったね。いつまで。ということでセーブして上の方に行きたいと思います。さあ行きましょう。まずいっす。早く。あれ。真のコケラだ。なんかいるわ。さあ来ましたねこいつ。さあとりあえずどうしようかな。決まり、決まりで後ろを倒す。特殊励ます。まずは後ろの触手をね壊した方がいいらしいですね。なんで2分の1、思った3だ。ブリザード、え、何が効くの？ファイヤーか。これでとりあえず1本破壊。よいしょ。普通に攻撃されたね。よし、ユナ白魔法、あー、ケアルで決まり。で、ワッカと交換。ワッカちょっと装備変えましょうか。武器交換。オフィシャルボール。アタック。よいしょ。さあ、決まりで触手を撃破。さあ敵の 防御が解けると思います。でここガード、でワッカをティーダに交換。で励ます。よいしょ。おお、食らうね。ため息。さあここはユーナに変えて、ルールを回復。ルール回復。OK。でファイヤー、まあ、魔法に弱いみたいですねこの子は。出てくるか。来たー。まあ多分物理攻撃がメインだと思うんで、しっかり励ますで固くしておきます。あら、うん、ティーダをエスナ回復。さあもう一丁励ます。まだ魔法は効くのかな。魔法はまだ効くみたいだね。ファイヤー、多分さっき戦ったオチョより弱いね。ウォーター67、関連アタック。さあここはもうどんどん行きましょうか。
なんか強い攻撃きそうだね。いや、多分大丈夫。全然効かないと思う。オッケー。すごい励ますが、効いてますね。決まりは食らってないんだけど。オッケー、終わり。終了。まあまあ、飽きないですね。悪かった。ついお前を呼んじまった。ガードは大変っすね。お前、バトルの方も才能あるみたいだな。やめてよ。あのさ、真のコケラって何？真の体から剥がれて置き去りにされた魔物のこと。放っておくと真が戻ってくる。さっさと退治しちまわないとな。バトルの才能があるかもってワッカに言われて、この時ユーナのガードになることを頭の隅で考え始めたような気がする。さあ、では行きましょうか。そういや、あれだ、ザナルカンドには魔物はいるのか？あまりいない。たまに出ると大事件だな。あ、ザナルカンドのことなんて信じてないくせにさ。考えたんだけどよ、真にやられた人間は死ぬんじゃなくて、真の魔力で千年前だか後だかの世界に運ばれるのかなって。で、ある日突然ひょっこり帰ってきたりしてさ。いつもながら感心するわね。ん？自分を騙す方法を次から次へと考えつくから感心するって言ったの。シンはチャップをどこにも運ばなかった。彼を押しつぶしてジョゼの海岸に置き去りにした。あんたの弟は二度と帰ってこない。それからね、これも言っておくわ。あんたがどんなに望んでも誰もチャップの代わりにはなれない。ジェクト様の代わりもどこにもいないし、もちろんブラスカ様の代わりだってどこにもいない。そんな考え方、悲しくなるだけよ。俺だって弟の代わりなんてできねえんだよ。まあ、いろいろあってな、気にすんな。ワッカとルールーとチャップってやつの間に、そう、俺の知らない複雑な事情があったんだなって、それくらいは分かった。でもそういう話題は苦手だった。はい、ということで今日はね、ここでちょっと終了したいと思います。はい。なんかね、途中中途半端な感じになりますけど、ちょっと長くなりすぎるとね、まあ、それもそれでいろいろ大変なので、ここで終わりたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、はい、悪ければバットボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の冒険でお会いしましょう。 See you again! バイバイ!